車酔いでグロッキーなタクリオくんです。なりそうでしたね。ぬえってなりそうだったね。なんかもうマッドマックスみたいな道でしたね。マッドマックスみたいな。しんどかったね。あれ？あれ？ついたついた。あれ？どうした？太一さん、太一くんは今日は来れない。今日も来れない。あれ、予作さんですよね。予作です。係議予作です。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、あら、ちょっと見てよ、これ。いやいやいや、見てますよ、今。見てましたよ。説明しましょう。今日は、五木村に来ております。五木村。五木村の林業は、またちょっと特別ですよ。ほう、わかる？わかる？いやいや、もうすでに違いがわかるんじゃない？ちょっといつもと、いや、いつもの山とはちょっと違う感じがしてないかい？いつもの山と、そう、違います。違いますか？違います、ね、違う。勾配がきついですね。今日我々が見に来たのは、はい、五木村の河川修材、はい、河川修材、はい、ほう、河川修材とは、河川、わかる？河川、あれですよね、坂東さんが言ってた河川のやつですよね、うん、俺が川だと思ってた。そう、川じゃないよ。川じゃないよその河川じゃないですね。違うんですよ。五木村は山がとても険しい、はいはいはい、勾配がきついね、はい、だから、まあ僕たちのエリアでやってるような重機で林道を作って、はいはい、林道を走らせて材を出すっていう作業がしづらい山が多い。ほうほうほう。そういう場所ではこうやって、こうやってって今から見せるんだけど、はい、まあ、特殊なやり方で材を出していくわけ、はい、なるほど、はい、まあ、とにかく行って見てみよう。行ってみましょう。じゃあ、はい、安全大事だからね、はい、あと皆さんの作業の邪魔になってはいけないから、はい、その辺気をつけて、はい、で皆さん初対面なんで、はい、マナーを忘れずにお願いしますよ。まあ俺が言っても何の説得力もないけど。その顔でみたいなところありますけど。はい。わかりました。まず挨拶から行く。はい。はい、挨拶しっかり、はい。はい。こんにちは。いらっしゃいしまーす。しまーす。お邪魔します。すいません。木村森林組合の山尾さんです。山尾さん。よろしくお願いします。木村森林組合の山尾です。じゃあ今日はですね、河川修材を見学させていただきたいなと思いまして、はい、来ておりますけども、よろしくお願いします。お願いします。はい、もうちょっと面食らってます。この状況に。すごい。すごい。ちょっと際まで行ってもいいですか？ですね、今は大丈夫です。今大丈夫ですか？そう、あ、そうですね。あ、今来てる。日本来てる。日本来てます。日本丸太が来てる。もういいよ。丸一本で来てる。すげえ。これ間近で見えるの。すごい。浮いてる。まあでも山本さんからするともうとても、まあ、シンプルないつものっていう感じですか。そうですね。主流、週末では主流の主流の階段。あ、もう一回いいですか？エンドレスタイラー。エンドレスタイラー方式。エンドレスタイラー。タイラー。タイラー。タイラーさん。
タイラーさんじゃなくて、じゃないカタカナですバシッエンドレスタイラータイラー式っていう作張り方法ですね。いろんな張り方がある。はあ、一種類じゃない、いろいろある複雑な。これはこの架線の張り方ってことですか。そうですね。そのエンドレスタイラー方式の、まあ、特徴といいますか特性、こういうところがいいんだよっていうのは何かありますか。そうですね、エンドレスタイラーの特性としましてはやっぱりこう横取りができる、はい、横取りができるホールラインっていうやつで、ね、横取りっていうゴーダスじゃないんだよ違うんですね、それじゃない、横取りができる、要はそのライン張ってるところから横に行って横に駐在ができる、ホールラインっていうのを使用して、ホールラインというのを使用して、ホールラインですね。今僕も勉強ちょっと見てみないと分かんないですね。そうですね、そうですね、ちょっとしばらく眺めてみましょうか。あの機械、集材機、はい、すいません、集材、はい、機の操作をする人が1人、それから重機オペレーターが、あ、でも外しをしないといけないですねあ、でも外しをしないといけないですねあ、でも外しをしないといけないですねバカ野郎つまずくとこあったつまずくとこなかったっすよねなんでもないところでいや、これを想定して着替え持ってこいよって言ったんだよ俺はこのフックに引っかかって、あ、自分の足に引っかかってそれは何でもないとこでかけるわな、ちょっと持っといてやろうか、大丈夫、大丈夫です、すいません、恥ずかしいところ、足元よし大事故が起きました。これが一番大きな線ですね、この主作、うん、はいはいはい、一番大きなワイヤーですね。これが走行作といいまして、このキャレージ半機を、はい、あっちにやったりこっちにやったり、これは一周してます、こう山を、これでこう高校の動きで、これはあっちに行ったりこっちに行ったりしてるんですよ。これはこう回ってこう来てるんですよ。はい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 、これはもう一つのループです。うん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 、こう輪っかエンドレスになってるんですね。エンドレスになってるんですよ。でこれはですね、この角張りはちょっと、そうですね、これで説明できるんですね。それはここに末端は止めてあるんですよ、山に。で、さっきと同じ。で、今同じ、ここに、これがキャレージでしょ、はい、今の半径に、はい、これがまあ、ここにスナッチが2つついてると思ってもらえば、はい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 、こういうことなんですよ。はー、ちょっとこれは。これが、この動きは、駐在機のあのドラムにこう巻いてあるんですよ。あの、横のエンドレスドラムに、第2ドラムに巻いてあって、それを、こうで、これがこうやってます。面白すげー面白。ワイヤーがなかったな。ワイヤーが普通の作針はこうでしょ、こうループで、まあ、普通はもうこうループだけじゃないですか、エンドレスライン、ここ繋ぐんで、繋ぐんですね、はいはい、でここをここにキャレージがつけて、ただここをこう一体一体させるだけなんで、この作針は 1.5 倍いりますよね、ワイヤーが、このダブルは 1.5 なんですね。そうか、2じゃないの、2倍はいらないんです。いらないんだ、そっか、でも速さも変わらないのか、結果あれで1本だから。いや、速さは変わります。いや、若干遅いですかね。遅くなります、2分の1、2分の1になるんだけど、じゃあちょっと不思議っすね、これですね。なんか、なんでだろう、なんでなんだ、だから、あ、だから
こっちとこっちが止まってるからこういう動きができるんです。だから要はここだけ見れば動滑車で引いてるっていうだけのことなんだけど、うん、それをここで巻きと緩める、緩めてるわけじゃないんだよね、走らせてるだけですよ、ね、制逆です、制逆をただこうやってるだけで、これが移動し、これ考えたやつすげえ。でこれが巻き上げ策で、はい、こう来て三角通って規範機に戻って山で止めてあります。うーん、だからこっちは全然動いてないんですよ。これ作業してるのは、まあこっちに来た時は動くんですけど、この時この絵で言うとこれからこっちしか動いてないんです、うん、あの、うん、下ろしたり上げたりするためにここで巻いて短くすることによってこれが上がっていくっていう仕組みの、この収載器を巻くと、うん、あそっちか、うん、これが引っ張られるでしょ、これが。あー、はい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 、ミーンって引っ張られる、上がるんですね、パパしたのが、これが上がり下がりするだけ、はい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 、上がってしまったらもうそれ固定すれば、上がってしまったらストップブレーキかけていけば、うん、そのまま2割上がったまま、上がったまま、そうかそうかそうか。で本来はこれはないんですよ、タイラー式っていうのは。これはエンドレスタイラー方式って言ってエンドレスラインがあるもんで、はいはいはい、タイラー式っていうのはこの走行策もないんですよ。巻き上げて、巻き上げたこれで引っ張ってくる、だからタイラー式、うん、でこれはエンドレスラインで上げも下げもできる策がついてるんで、エンドレスタイラー式方式、うん、エンドレスタイラーのこのホールライン式、はい、ここに木があるときには、あ、ここに木があるときですか、こう木がこうあるときにはこれを巻いて、うん、はいはい、引っ張るんです、こうですね、ドバからこう引っ張ってきてこれを、半機を全体を、だけど走行策はもう全然ブレーキかけずに、クラッチも入れずに、材があるとこに取るっていうよりかは、それよりかちょっと上の方とかで角度つけて取るって感じですよね。それもあんまりやりすぎると今度は材にかからないんですよ。うーん、取りやすい材に、うーん、そうですね、取りたい2に行かないんで、そこはもう現場の勘と経験で、それを広範囲で1本でやろうとすればするほど下の人は動く範囲が多分大きくなりますもんね。能率、このガイドブロックを取るのがやっぱ一番の技術ですかね、2月に。ああ、そうですよね。して、引き込み線を巻いてしまうと、巻くと、これをブレーキを離して、そこがビューってここまで来るんですよ。ここにブレーキが、いや、ここに集材機。ああ、そういうことですね。集材機の巻き上げ柵のブレーキを半分踏むんです。はいはいはい、半分。ホールラインを巻いたときに、この巻き上げ柵はスライしないと、はいはいはい、これが伸びていかないんで、ビューンって。そうですね。これを巻いてるときに、この巻き上げ柵を出してるんです。ああ。そしたらこれがビニョーンってここまで。だからここは、その時は、フリーっていうわけじゃなく、ブレーキを効かせながらこっちを引いてるっていうことですね。あんまり緩めすぎると、三角のやつがダーンって地面に落ちて。ちゃうんですね。あんまり強すぎると、エンストしちゃう。ああ。要はホールラインがピンピンになっちゃうと。そうですね。それはもう微妙な見かけ者とオペの使い方加減です。これが巻き上げ柵、見上げ柵。ああ。これがあの重い三角のやつを通ります。はい、ちょっと太めですよ。ですね。一番向こうのドラゴン、はい。あれがキャレージを動かす走行柵、走行柵、エンドレスドラゴン、はい。あれはエンドレスね。はい、これがその三角を引っ込むホールライン、ホールライン、ホールラインで1度、2度、3度通りになる、1度ドラム、2度ドラム、3度ドラム、なのでまあインターロックもして巻いてます。片方は巻く、片方はブレーキをかけて出す。はぁ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 、はぁき上がったら、はい、ホールラインは出しながらキャレージで通る。もう息が上がってる。
一応元山岳部なんですけど。元山岳部。それ嘘だね。全然。じゃ。もうダメです。よ作さんが。この野郎。ダメだろ本当。林業従事者の皆さん謝らないといけないね俺ね。怠けてました。怠けてました。すいません。音がすごい。おお。なんかライトセーバー出した時の音。ジョイン。はい。ああ。あれ。その取り方が。ほらほら来てるよ。撮影撮影。音がすごい。前後させるやつのことなんて言うんですか。前後させる走行策。走行策の動きにも切り替えて、まあでも向こうも巻きながらですね。多分まだ3度です。ギアを変えただけだから。ああ。ああ。ああ。巻き上げはスライスしながら3度を巻くっていうところ。ほら。ドラムの動きは。このブレーキの踏み加減が下手ならシャーッと降りるわけです、ね、シャーッと降りたり張ったりしてこう。それは今度やっぱあの作業の方には危ないですよね。危ないです、危ないです。100キロぐらいあるんですが、あれは全部一個のワイヤー。もう一個のやつを結びつけてもらって。すげー。長さが。さっきカラビナのやつがあるんですよね。あのスナッチ。あの真ん中の紐で引っ張って、あれがカラビナとしてる。プラス今降りてる。はい、ガレージ。やつも一本。これも一本。そう、これで繋がってる。ああ。キャレージをこうやると自分は逃げなくていいんですよ。外角になるんで。はい、巻き上げました。ああ、そうか。こう、こうなるからですね、うん。そうですね。なるほど。これでホールラインを張ると角が上がったり、今上がってきて、緩めると下がったり、で調整もできる。発射って言ってるんですか。発射。発射。すげえ。それでなんで斜めがあるか、斜めの棒があるかっていうと、こっちからワイヤーを引きたくないんですよ。これまだ出さ、これまだ倒して出さんという感じだから、はい、こっちからこういう引かせがあると倒せれるんですよ。こっちの引かせを不要にするには、はい、こう倒したくないわけだから、はい、こっちから突っ張っておけば、はい、こっちからのワイヤーがいらんという。ああそういう。こい。突っ張りになってんすね。突っ張る引かせになってるわけです。あー、これは10ミリで一つ一つ意味がある10ミリで。いやいやいや、ちょっと感動。すげー。なんかそしてこう俺たちもね、ちょっと少しずつでも取り入れたい。取り入れる箇所が何箇所ですか。うん、何箇所かね。やってみたいな、んかこれで反してやってみた。で、すいません、なんか
あの舐めてるわけではないんです。もう興味を持ってもらえる。楽しいですよ。自分で山入って仮設の設計して。達成感みたいなのは半端なさそうですよね。で一人じゃできないけどね、やっぱチームでそれぞれの技術があるんで。ハイタッチもんですね。こんな感じですよ。仕上げが楽しみで、あそこはこうだったねみたいな。ああ、暑い。河川修繕をやると、さっき山田さんと一緒にお話ししたときに、まずその山が荒れない、道を入れないか山が荒れないっていうのがあってね。で、全貫修繕しますよね。そうですね。全貫修繕って言って1本を丸々そのまま修繕するんだけど、そうすることによって、まあ、どうしてもあの枝とか端材、こういったものとか、あそこに枝が溜まってるとか、そういうのがやっぱり1箇所に集中しちゃう。で、まあ自分がその林業始めた頃に河川の話とかいろいろ聞いてる中で、1箇所に集まるっていうことがなんかこう、まあ、デメリットとも捉えられてたような印象だったんだけど、例えばあの、まあ、五木丸の方ではですね、他のとこでもやってるんですよ、まあ、そもそも河川やってるとこ少ないからあれなんですけど、ここではここに集まってきた木から出てくる端材を近くの温泉の薪ボイラーで燃やす燃料にしたり、で枝はあの死に節の穴を埋めるための材料として枝を使ったり、もしくは葉っぱをヒノキのアロマとして使ったり、そういうすごいこう、まあ、できるだけ、まあ、無駄がないというか、うまく生かすというか、そういう、仕事をされてるんですよ。分かった元気。はい、分かりました。分かったならいい。しかもね、聞いて、ね、普通に重機で道入れて搬出すると、枝とかが、とか端材が散乱した状態になる、まあ、もちろんそれある程度固めたりとかして片付けるんだけど、どうしてもそのくずが溜まったところエリアが多くて、後々植え付けする面積が減っちゃう、ね、うん、だけどこうやって一箇所に集まって、まあ、綺麗になってるよね。もうはあのくずが少ない状態だから、植え付けの時に植え付けする面積が多く確保できるのと、植え付けしやすい、その事後次第があまりいらないすごい手間が省けてる。こういうのは材料出して売るっていうとこだけにフォーカスすると、なんかそっちの方がすごい効率がいいように思えちゃうんだけども、まあ、もっとこう全体的な、まあ、循環というか、そういうところで見ると、まあ、ちょっと手間がかかってもこの手法の方が実は効率がいいのかもしれない風にちょっと感じますです。これもし河川修繕勉強したいっていう方がいたら、五木村森林組合に言ったら、あ、就職してもらえるかあ、なるほど、移住してもらえれば。移住っていうのは結構五木村自体がその移住と林業っていうのある程度こうセットで考えてるところもありますよね。県南高も五木村だっけど、林業大学校に。そうそうそう。ああ、そういうことです。そうかそうか。そうなんです。なるほど。じゃあ林業を志す方は五木村に。選択肢の一つに。いやいやいや、俺が行きたいぐらいだから、ね。それはちょっと僕らが困るんですけど。あの、こういうのって、この河川の技術って、多分日本特有なのかもしれないって、ちょっとここまでなんていうんですか、進歩してるっていうか。そうですね、日本のやっぱ国土傾斜地が多いじゃないですか。そうですね、やっぱり特化してますよね、日本の林業にやってますよね。今やっぱどうしても高性能林業機械欧米化っていう感じで機械どんどん入れて大型重機でやっちまえっていう流れになってるけど、この技術は日本が誇るべき技術だと思うんで、そうですね、絶対残していきたいですね。そうですね。じゃあ今日山尾さんに時間を割いていただいて、こうやって現場を見学させていただいたので、みんなで挨拶しましょう。はい、はい、今日は
本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。